都道彦、または、宇都びいにしは、危機に登場する、古墳時代の豪族で、帰国像の一人、娘婿の竹内宿くの子孫を通じて、騎士の祖にもなっている。木の国を支配した国の宮津子で、神別氏族の木の国造家の子孫とされる。氏は、木、姓は、直とされるが、後営の豊かねの竜君の時に君、姓を追ったとする系図もあり、その後の交互年弱で、 北田姿勢に改められたとする方が妥当とする説もある。日本書紀では、景光天皇の名代として、紀の国に下校してきたや、主・吉男、武雄信命、娘の影日目をとつがせた。影日目は、武内宿禰を生み、さらにその子機、澄宿禰の子孫が、神別氏の騎士となった。一方、都道美子の直系は、上別氏の紀の国造家となった。奥 竹尾新いのは、木の国に9年間滞在したとなっており、そのありか、阿蘇苗柏である。江戸時代に編纂された、貴族風土記では、阿蘇苗柏を、現在の和歌山市松原に否定しており、同地には、竹内宿根が誕生した井戸がある。古事記では、宇都びいにしと記されており、妹の山下景秀ひりが、日古るぎ入れと、大野新いの,のとの間に、 竹内スクネを産んだとされる。一連の危機の内容は、木一族の家伝によっているとの推定があり、日本古代史学者の騎士敏夫は史実であるかどうかは、慎重な検証を要すとしている。父は、天とね命の五世、または六世孫の大名草彦命で、妹の山下影美名命はや、主をし男、竹尾新命の妻となり竹内スクネを産んでいる。弟に、 大村寺家等の祖である、唐たち渡る命を記す系図もあるが、別の系図では、都道美子のいとこで、富士通立国像の祖、地日子命の兄弟とされる。帰国像の祖、船木命と、竹内宿根の妻で、帰国宿根の母である宇野姫命の西がいる。糸郡天野草乳の家父では、都道美子の子が、豊か耳命と読まれるようで、貴族風土記では、都道美子と、 豊かみみの間に配置される、船本命、夜津賀氏の子命の二代について、ニューヤツと解釈し、豊かみみに関するたえ事とする説を唱えている。この説が妥当と見られるものの、実際に船本命、夜津賀氏の子命の二代が存在し、都道尾子の子である、豊かみみがこの両者を受けたと見る説もある。竹内すくを架空の人物と見て、 旧時成立後に、蘇我氏や中富の鎌足りらのエピソードを中心にして、作り上げられたものと考える説がある。ありがとうございます。